グレン・ウェストン・パーキンスは、アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール出身の、元プロ野球選手。左投げ左打。相性はペルク。2004年の MLB ドラフト一巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。2006年9月21日にメジャーデビューを果たし、同年、4試合に登板。2007年は19試合に登板。2008年は、 トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスで開幕を迎えたが5月10日に故障者リスト入りしたスコット・ベイカーに代わりメジャー昇格を果たし先発ローテーション入りを果たしたチーム最多体の12勝を記録した2009年は6勝に終わった2010年にリリーフへ転向し13試合に登板したが防御率は2年連続で5.80を超えた2011年は リリーフ陣の一角として65試合に登板し、防御率2.48という高成績を残した。この年から脱三振が投球イニングを上回るようになり、以後、2014年まで4年連続で継続中である。これらの高等ぶりが評価され、オフに、球団の最優秀投手賞、ドーカムバック賞を受賞した。二千十二年三月八日に翌年から三年1三十万ドルで、 ツインズと契約を延長した。この年もセットアッパーとして起用されたが、シーズン途中でクローザーにコンバートされて16セーブを挙げた。基本類だが前年の2本から8本まで増えたが、防御率は2.56と前年に近い水準の数値をキープした。また、脱三振率が10を超えた。2013年開幕前の2月27日に、 第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは開幕から抑えに定着した。前半戦で21セーブをマークしてオールスターに選出され、チームからボーナスを支給された。最終的には61試合に登板してアリーグ9位の36セーブ、60試合以上の投げたシーズンでは自己最高の防御率2.30をマークした。 また、ホームでは、防御率1.62位と高騰した。2014年3月14日に、ツインズと新たに、総額2217万5000ドルの4年契約を結んだ。この年も、抑えとして、アリーグ6位となる34セーブをマーク、4年連続で60試合以上に投げたが、防御率は3.65まで悪化した。2015年シーズン前半は、抑えとして、 28回のセーブ機会をすべて成功という成果を残した。オールスターにも3年連続で選出された。しかし、シーズン後半は故障もあり、オールスター後の防御率7.32と大きく、調子を落とした。通年では60試合でマウンドに上り、防御率3.323勝5敗、リーグ8位対かつ3年連続30以上となる32セーブを記録した。なお、 基本類らは2年連続で増加して9本浴びた。2016年は2試合に登板して、防御率9.00を記録していたが、肩に不調が生じ、6月の検査の結果、残りのシーズンを欠場して、手術を受ける必要性が発生し、そのまま離脱終了となった。2017年11月2日に FA となり、2018年1月23日に引退を表明した。 94から97マイルパーアワーのフォーシームと82から86マイルパーアワーのスライダーの2つで全投球の8割以上を占める。その他には93から97マイルパーアワーのツーシームも投げる。先発時代はカーブ、チェンジアップもよく投げていたが2011年からはほぼ前日の3球種しか投げていない。ありがとうございます。